橋本です、よろしくお願いします。じゃあ続いてね、石屋の最新情報2ね、いきます。ついに来た、アメリカの銀行が次々とクラッシュ、クラッシュだよ株価暴落しているぞと、ついに来た。うんね、じゃあちょっと読み上げていきますね。でその前にまずロシアから、ロシアでサイバー攻撃から、偽核開始、ね、というタイトルが来たよ。うん、今回はね、重要な情報がてんこ盛り。うん、まずロシアから、ずっと噂されていた偽の核戦争が始まったような動き、ね、なんとテレビとラジオでどうやら放送されたということみたい。核攻撃が行われました。シェルターに行って溶化カルシウムの錠剤を飲んでくださいだってこれすごいね。もう一回読むよ。速報、核攻撃が行われました。シェルターに行って溶化カルシウムの錠剤を飲んでください。サイバー攻撃の疑いがあるとして、ロシアの複数の地域に赤色警告が発令され、テレビとラジオで放送されただって。これ本当なのかな、すごいなこれ。でこれ直訳ね、ロシアで警報が発令された。ロシア連邦の多くの大都市でラジオ局やテレビ局のサーバーがハッキングされ、その結果空襲に関する情報が鳴り響いた。住民に避難所への移動を促す関連でストライキが発生しただって。すごいね。うん、でそれと同時にプーチン大統領からのメッセージ、うん、危険はありませんと一部の地域でこういうのが流れたんだって。面白いね、これ本当なのかな。うん、もうちょっと次行っちゃうね。次、デンマークとロシアでも EBS テストだって。偽の核戦争のような動きと同時に、フランスの外でもロシアとデンマークでも EAS のテストがあっただって。確かにね、画像が上がってるね。緊急警報システム EAS のテストがたくさんあるぞと。デンマーク、フランス、ロシアは最近携帯電話への緊急メッセージをテストしていたと。すごいね。もう本番が近いからじゃないのかと。日本でも緊急通報があったという情報もあるが、今のところこれはちょっと保留。うん、今回の記事の最後に書いている銀行連鎖クラッシュからも、もはやね、これは噂話ではないという気がしてきたぞと。これ大ちゃんのね、コメントね。次、中国習近平が全会一致で国家主席に参戦。今更って感じだな。政治でも大事な動き。アライアンスの習近平が全会一致で国家主席に参戦した。うん、もうとっくにしてると思ってたけどね。これ毎日新聞だよ。うん、もう一回読むよ。習近平が国家主席参戦。長期政権に向け本格的指導の体制整う全人代だって。
中国の全国人民代表大会は10日午前北京の人民大会堂で全体会議を開き、習近平氏69を全会一致で国家主席に3選した。習氏は昨年の10月の共産党大会を経て、党のトップの総書記、軍のトップの中央軍事委員会主席にすでに参戦されており、長期政権に向けて本格始動する体制が整った。だってさ、すごいね。11日に新首相に党序列2位、読めない、李強氏かな、を選出する見通し。12日に副首相、国務委員、閣僚、人民銀行総裁が決まり、全人代は13日に閉幕する。だから全て分かるのは13日なんだね。まあとりあえず速報っていう形だわね。さあここからだよ。これがすごいね。ついに来たんだよ、ついに。アメリカで大手銀行が連鎖クラッシュだよ。株価も暴落中だって。すごいらしいよこれ。なんと歴史残るレベルのとんでもない事件が今起きたんだって。アメリカの主要銀行株が連鎖クラッシュしているって。だから今日、土曜日でしょ、今日日曜日だから、アメリカは今日土曜日だから、本格的なのは来週の火曜日以降、もっと加速するってことだから、ちょっとお金、現金少し引き出しておいた方がいいかもしれない。必ず日本にも来るこれ。アメリカの銀行株が暴落、クライシスフィア、アメリカの銀行株が急落しているということでね、リストが出てんだけどね、これちょっと読めないな。アメリカの銀行が信じられないスピードでね、崩壊しているんで、これリスト出てるんだけどね、字が小さくて読めないんだよ。老眼でさ、見えないの。で、これ速報なんだけど、シリコンバレー銀行っていうのがあるのよ。シリコンバレー銀行。確かね、サンフランシスコかなんかが拠点かな。で、オンラインバンキングシステムとモバイルサービスが今もうね、利用できないんだって。速報。シリコンバレー銀行。ね。オンラインバンキングシステムとモバイルサービスがビジネス顧客向けに利用できなくなった。株価は今日だけで 80% 以上下落。暴落が迫っているって。なんかね、取り付け騒ぎが起きて、みんなね、預金者がお金の引き出しにね、殺到してるって話らしいよ。やばいよ、これ。これは 裏付けとしてはね、GCR、RV の動きとして、これね、同時並行だから、もう間違いなくやっぱりね、GCR、RV は来るぞっていうね、サインでもあるんだけど、どうなっちゃうんだろうね。お金やっぱ下ろしといた方がいいかもしんないのは、日本の銀行もこれ絶対、かなり、アメリカがくしゃみをすると日本は風邪をひくっていうぐらいだから、必ず来るよ、これ。銀行口座から預金が消えるかもだよ。一時お金の引き出しができなくなることを含むって書いてあるな。といった出来事が起きる可能性が示唆された。そんな出来事が実際にアメリカ時間9日木曜日以降、大手銀行のウェルズファーゴで起きているだよ。ウェルズファーゴでは一部の顧客の直接預金取引が
口座に表示されない、預金がなくなっているだよ、というトラブルが発生したってありえないよ、こんなこと。ウェルズファーゴから技術的な問題が原因である可能性があると発表がなされている。本当かどうか分かんないよ、こんなの。みんな嘘ついてるから。うん。で、株価も一気に下落中。ニューヨークダウ平均株価、アメリカ、うわーだ、うわ、下落もすごい、うわー。そして100年前の今日も大暴落があったようだ。へえ、すげえ、これ偶然の一致って。100年、1923年3月10日に大暴落があった。11時42分だったので、これ全部足すと17だって。すごいね。 EAS ね、テストも含めてここからもっと畳みかけてくるかもしれないって。金融崩壊、銀行からお金が下ろせない状況になっても、これは、国民の目覚めのために起こること、ね、QFS にミラーリングされているので預金そのものが消えることではないとは思うって。これ大ちゃんの考察だけど、どうなるか分かんないね。うん。過去の預金封鎖と DS が、金を盗むためにやっていたので、DS はもはや残党しか残っておらず、 QFS も稼働している今、さすがに、昔とは同じようにはならないだろう。これ大ちゃんの考察。しかし備えば憂いなしの通り、手元にいくらか現金は用意しておくのはいいかもしれないね。うん。あくまでも予防措置ということです。ということで、石屋最新情報のその2終わります。ありがとうございました。